海外の特に発展途上国が位置するような熱帯地域においては日本では知られていないような固有の作物種ですとかあるいは自生している植物そういったものが多々あります。でそれらについて我々の研究室はアジアアフリカに赴いて。 まあ、そういった新しい植物種を探索するということを、えー、仕事の一つにしていますでそ,れ、えー、それらの特性をまあ解明しましてでどういうまあケースと思っているのか、まあ、そういったことを研究しながら、まあ、今度それをどう生かすかというような研究を行っております、えー、作物の安定供給はその国の社会的平和につながります一方 途上国ではしばしば食糧不足が生じますその原因は主に自然災害ですで、作物をそれらの自然災害に対するまあ抵抗性あるいは耐性をつけることはその国の人々の平和につながるあるいは社会貢献につながると考えてこういった研究を行っていますフロンティアスピリットとチャレンジ精神を持った学生に来てもらいたいですね 誰かの役に立ちたい、まあ、そういった気概を持って我々の研究室に飛び込んできてもらいたいと思います。